島田神社は、奈良県奈良市、八島町にある神社。式内勝者、旧社格は、孫社、新鮮平白領と模神社。祭神の神谷やいみみの命は、神武天皇の御子。その世の中新史上は、聖武天皇の時代、尾張国島田の悪神性伐に功があり、島田姓を賜ったとの記録があるため、それにまつわる社名とみられている。平安末期より、 春日大社との関係が深くなり、当社と同じく式内社の阿光神社、御前原石立名神社、天の石宮神社と共に、春日山中に誕生され、春日大社系大抹社の木神社与柱として祀られている。当初の所在地は矢島漁西の丘にあったとする研究がある。室町期には矢島漁の北、阿座、倉の会とにあったとの記録が残り、 現在、八島両北西に、字、増六書き打ちが残る。江戸期には、須藤天皇社と共に、八島両内に鎮座していたとされる。1874年の春日大社の記録によると、当時の社殿は桁雪69.7センチメートル、両行45.5センチメートルの小さなもので、あったという。1885年頃、当社と、 須藤天皇社が鎮座していたとされる玄野島領の地を、沢原神皇の御領として整備することが決まり、1886年、須藤天皇社の御神体と社殿をカ付され、現在の所在地に、三上合氏の形で移築された。本殿は、古式のカスが作りで、桁行き2.53メートル、領行1.92メートル。剣派分の金具が用いられ、大きな後輩を前方に持つ。 春日大社の式年増体に従い払い下げられた旧本殿であったとされ、法永六年春日大社本社本殿第三殿として建立されたものが、教法十二年頃に須藤天皇社本殿として、原野島領の位置に移築、1886年須藤天皇社と島田神社の合祀に伴い、島田神社本殿として現在の位置に移築されたとみられている。 本殿の歴史については、異論もあり、元那二年の一築とする説、慶長十八年生仙宮寺のガスが宮殿とする説などがある。1982年3月1日、奈良市指定文化財に指定された。須藤天皇社と合祀されたことにより、同社より移された、須藤天皇、須藤天皇、八島天皇などと刻まれたものが多く伝わる。他に境内社三社拝殿、 新選書などがある。ありがとうございます。